お盆明けましたね。あなたのもとに大切な人は帰ってきましたか？うちはおそらく仙台コギーズが帰ってきていたのではないかなと思います。こんばんは、小室ゆりのやるサプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒しところ八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。お盆いかがお過ごしでしたでしょうか？都内はやっぱり人少なかったですね。人、いや、いるんですよ、いるんですけど、日本人が少ないっていうやっぱり印象でしたかね。海外からのインバウンドが戻ってきたなという印象すごく強いです。経済これでね回ると、もっともっと日本のねビジネスも活性化していくので、それはそれでねプラスのことだなと思うし、そろそろ海外も行きたいなって思いますよね。ということで、今年の夏小室ゆり何をしてたかというと、冒頭にも申し上げた通り、お盆ね、ご先祖様がお家に帰ってくるということで、仙台コギーズがきっと帰ってきてたんだろうなと思う反面、はい、私が愛してやまないコーギーのクーさんが歯を抜きました何の報告だよ、歯を抜きました、はい、骨をねあげたんです。馬の骨をいただいたんで、それをガジガジしてたらもう大喜びで、大喜びしすぎてワンコっていうのは歯止めが効かないんですね。まさに歯止めが効かない、はい、歯が欠けても歯が折れても噛み続けるという状態になってしまいまして、病院に行った時には、うん、これはもう抜くしかないね。よくよく見たら犬歯もねちょっとね削れてて丸くなってて、他のワンコさんよりも犬歯が若干短いというコーギーさんになってしまいました。足と胴と首が長いのに犬歯だけは短いっていう、どんどんアンバランスになっていく、そんなコーギークーさんツイッターで毎朝おはようって言ってるんで見てやってください。よろしくお願いしますその話は置いといたとして、重大発表があります。8月の4日に小室ゆりを代表とした教会を立ち上げることができました。教会の名前は全国愛妻家サポート協会、全国愛妻家サポート協会という、愛妻家になるための教会ではなく、すでに愛妻家である男性の皆様をサポートする、そんな教会を立ち上げました。いずれねまたお時間とってこの話はしっかりとお伝えさせていただきたいなと思うんですが、この教会のキックオフミーティングが10月の17日火曜日の夜、10月の17日火曜日の夜に東京都内で予定をしております。こちらぜひ皆様にもご参加いただきたいなと思っております。詳細の方は Facebook、ブログ、Twitter 等々でまたこちらもお知らせしていくので、待っていていただきたいと思います。小室ゆり動きますよ。ということで今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、小室ゆり的サプリ論。このコーナーは男女コミュニケーション心理師小室ゆりがお届けいたします。ラジオで聞くセミナー、今週は7月の末に開催されました大人の保健室の続きをお話ししていこうかなと思っております。前回ねお話しした時に、日本の
セックス感を作っているその礎となっている一つがアダルトビデオから発信されている情報なんですということをちらっとお話ししたんですが、ここを深掘りしてお話をしていこうと思っておりますので、しっかりと耳を開く準備をしておいていただければと思います。そしてこのコーナーは安定ですね。全国で占い講座が大人気です。占い癒しところ薬毛庵オーナー萩原薬毛先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週夏のケアをテーマに書いていただきました。夏しっかりケアをしないとね、半年後または1年後に何やら怪しい影が出てくるということになってしまいますので、しっかりとケアしていきましょう。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想リクエスト、そして教えてゆり先生のお悩み相談をお待ちしております。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。ご住所、お名前、お電話番号をメールに書いて送信をお願いいたします。たくさんの応援メッセージお待ちしております。小室ゆり的サプリ論。このコーナーは男女コミュニケーション心理師小室ゆりがお届けいたします。ラジオで聞くセミナーということで、今週は7月の末に開催されました大人の保健室、こちらでお話しした内容をピックアップしてお届けしていこうと思っております。このセミナーは日本のセックス観、そしてセックスリテラシー、勃起と自律神経、ペニスとワギナ、そして質疑応答、こんな、アジェンダでお届けをしたんですけれども、この中のセックスリテラシーに該当するところをお話ししていこうかなと思います。日本のセックス観というのは家父長制度、男尊女卑の考え方、このようなこと、そして純愛や処女の絶対性などが価値のあるものだとされてきたんですということを以前お話しさせていただきました。ここに拍車をかけていったのがポルノ大国と呼ばれる日本のアダルトビデオの存在があると。性にはですね、3つの意味があると言われているんですね。一つは生殖活動、子孫を残すためですね。快楽と共生、快感、気持ちよさと共に生きていくことの価値、そして支配、この側面があるんです。アダルトビデオの表現というのは支配の性に偏っていると言えますよね。かつ男性ホルモンであるテストステロンは支配をはじめ競争、服従など相手を組み敷いて満足を得る感情に作用するんですね。なので男性ユーザーにはアダルトビデオを見た影響として、これがいいセックス、女性が喜ぶセックスなんだ、セックスとは女性を組み敷き支配するものなんだと認知に拍車をかけたのではないかなと、これ小室ゆりが考える性のあり方なので、違いには言い切れないということだけはご承知をいただきたいと思います。なんで私がこれにたどり着いたかというと、分かりやすい表現、お悩みで上がってくるこんな質問、女性を生かせたい、満足させたい、あと潮吹きさせたいとかね、こういうのが該当するのかなと思います。生かせたい、満足させたい、潮吹きさせたい、与えたいという表現にはなっているけれども、この与えるという行為を持って相手を支配すると置き換えられていくのではないかなと思います。ちょっといきなり本質になっちゃいますけど、セックスの本質っていうのは与え、与
え合うことだと思うんですよね。一方的な喜びの提供というのは相手が求めていない場合の方が多いので、そこを確認しないまま自分がああしたいこうしたいっていうのは結構おこがましい話なんですよ。むしろ三つ指ついて土下座をして、どうされたいですか、どうしてくれたら喜んでくれますか、教えてくださいと平等挺身相手に乞うのが私は一番いいセックスのあり方なんじゃないかなと思うんですけど、これができないから私のようなセックスカウンセラーだったりとかにね話を聞きに来るんだろうなって、本当一番近くのパートナーに聞けばいいじゃないですかっていつも言っちゃうんですけど、それができればね楽なことないですよ、楽になればいいじゃないですかってこうどん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 上乗りをしていってしまうんですけど、じゃあ話を一旦戻して、とはいえこの与える喜びというのが女性にとっては非常に迷惑なことが多々あるわけで、そうすると男性からね嫌だったら言えばいいじゃないかというご意見も上がってくるんです。ただここは良妻賢母教育から女性は淑女たるべきという価値観を世代を超えて植え付けられているので、嫌だって言えない側面もある。その結果として男性から望まない性を与えられた時に雰囲気を壊したら申し訳ないからコンドームつけてって言えない、愛しているからコンドームつけたくないと言われて断れなかったなんていう、こんな女性の声が上がってくる。女性は自分の心や体を守ることよりも相手の支配、男性側の支配する性というのを優先してしまうんですよね。優先した結果何が起こるか、男性はさらにセックスをさせてくれているから自分は愛されているんだというこの勘違いを増長させてしまうわけですよ。男性は社会で利益を生み出す存在だったので、相手を思いやる言葉、態度、仕草、伝え方というのを女性と同じようには学んでないんですね。ゆえにセックスイコール愛情とリンクされがちなんです。だけど女性にとってセックスイコール苦痛という価値になっていれば、精神的肉体的な支配にセックスが変わってしまうわけです。ここで女性のオーガズムに必要なオキシトシン、これ信頼ホルモン、絆ホルモンなんていうふうにも呼ばれてるんですけれども、このオキシトシンが分泌されるためには相手との信頼関係が何より不可欠なので、不安感、痛み、苦しみ、悲しみ、このようなものを煽られるセックス感では女性がオーガズムに至らないのは至極当然なわけです。なので私に聞くなっていうのは、まず相手と話し合って何をされたいか何をされたくないかというこの対話のコミュニケーションから相手との安心感を築いてくださいね。これがない状態でいくら私がああしろこうしろって言ったところで、それってはっきり言って半減ですよ。意味ないとは言わないけど、そんな勝手に与えられる性は女性は喜んでない、求めてないっていうのはこういうことなんですということを常々お伝えしているつもりではおりますが、まだまだ足りてないなというのが現状だと思います。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。
沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福行地どり。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング。プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの下利光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。踊れ踊れ私の占いサブリフ。占い講座が全国で大人気中。9月6日7日には新潟で初の鑑定会が開催されます。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も12星座で占ってまいります。夏のケア、そろそろ夏も終わりに近づいてまいりましたが、しっかりとお手入れしていきましょうね。今年の夏のお疲れは今年の夏のうちに取りましょう。それでは今年もセクシーに参ります。おひつじ座、スタミナ不足じゃ楽しみが減っちゃうわ。精力アップには胃腸のケアも大切よ。おうし座、夏だって保湿ケアは欠かせないのよ。背中にオイル塗ってくれない？双子座、サングラスで瞳の UV ケアも大切だけど、私のビキニは直接見てほしいわ。ガニ座、マッサージしてくれるのは嬉しいんだけど、おへその下は気持ちよすぎちゃうから、ほどほどにしてね。獅子座、日焼けしたお肌にはしっかりとしたケアが必要よ。ローションを塗り終わるまではタッチは待って。乙女座、ナイトプール用に大胆なビキニを買ったの。無駄毛のケアも完璧よ。天秤座、昨日の夜は腰を使いすぎちゃったのかしら。ケアしておかないと腰痛になっちゃいそう。サソリ座、 UV ケアもボディケアで大切だけれど、一番大切なのはあなたの浮気防止ね。いて座、去年の水着のバストきついのは太っちゃったから、体重ケアのサプリメント飲んでおかなきゃ。ヤギ座、夏も冷え防止のケアはとっても大切よ。ねえ、ちょっとでいいから背中からハグしてよ。水亀座、蚊に刺されちゃった首筋、キスマークと間違われないようにスキンケアしておくわね。
魚座。二人きりで貸し切り露天風呂。どんなケアよりも心と体が潤うわ。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットヤクモ漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の執筆担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。ありがとうございました。さて、ここで今週は1曲聴いてください。この曲は20年前に書いた曲のアンサーソングとして改めて書いてみました。同窓会に行く前に聴いていただきたい一曲です。小室由里でサマースノー2017。悔しいくらい君のことが好きだと気づいてた。時計の針を止めるほどの口づけを交わそう。 I love you かけ違えた優しさで間違えないように、ふわりと弾む長い髪とシルエットの君だけを追いかけた。記憶の隅に映るフォトグラフ、二人出かけた夜の海辺で暗くて何も撮れてないけど、それでもいい、先にといたから。暑い夏がまた訪れて、誰よりも輝く空、心ごと踊らせて、今は誰にも見せない、僕だけの君でいて、ずっと長い髪とシルエットの君だけを追いかけた。狭いベッドの上じゃれ合って、二人迎えた朝の窓辺で T シャツ姿で僕を見つめ、ここに住もうかなとつぶやいた。暑い夏がまた訪れて、今聞いていただきましたのは小室由里でサマースノー2017でした。あ
なたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ。そろそろエンディングの時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週4週目ですね、妊活一言サプリ、小田から鍼灸師市毛真也先生にご担当いただいているこのコーナー、すっかりご長寿コーナーとなりましたよね。来週もまた素敵なお声を聞けるのが今からとっても楽しみです。市毛先生へのご質問もお待ちしておりますよ。そして冒頭でも申し上げましたが、全国愛妻家サポート協会、こちらのローンチミーティングが10月の17日東京都の都内で開催されます。こちら進捗追ってご連絡をしてまいりますので期待しておいてください。リスナーのあなたのご参加もお待ちしております。そして新しくサービスが増えました。男性の恋活婚活をサポートするサイト、恋愛コーチによる1対1のオンラインサービスが受けられます。ノービオ、私小室よりこちらにカウンセラーとして在住しております。インターネット検索はノービオ NOVIO ノービオ小室よりで検索をしてみてください。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒しところ薬務庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくうで嫌なわらばな演芸集団 FEC オフィス所属の笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮太さんと付着会議さんのコンビ、デコポコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。他の人に一生懸命サービスする人が最も利益を得る人間である。ケンタッキーフライドチキン創業者カーネル・サンダースの名言です。儲けたいな、売り上げ上げたいなと思ったら、まずは自分の一番身近な周りの人にサービスをする。これが売上の、そして恋愛においても同じくハッピーになれる、そんな方程式なのかもしれませんね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。ただがむしゃらに走り続けてた、気がつけば引き返せないところまで。あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この想い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたに。